黄金の乱は中国の元末期の1351年に起こった宗教的農民反乱。白蓮教を中体とし、目印として赤い布をつけたことからこの名がある。反乱軍は黄金族または白蓮教徒が魅力に昇降をするため、黄軍と呼ばれる。この大乱の中から民の大祖、主元章が登場することとなる。 日本語で同じ発音の黄金の乱とは異なることに注意が必要。元松にかけて河北の中心に白蓮教が勢力を拡大していた。本来は仏教の一派だが世の混乱と共に次第に過激化し、元王朝の打倒とユートピアの実現を唱える反体制的な教団となり、1338年1351年には、 反乱を起こすまでになったが、これらの反乱は小規模にとどまり、官軍により鎮圧された。末期のもとは、献身が皇帝を擁立し、その献身と皇帝を別の献身が殺し、新しい皇帝を擁立するということを繰り返したため、政治は混乱し、統治能力を失っていった。この時期には、共作基金が頻発していたが、天才というよりは、 政府が適切な処置を行わなかったことによる人災と言える。1348年、報告陳が石膏、福建で海賊を行い、元の輸送船を襲い始めた。つい、当時代からこの地域は中国全土の経済を支える重要な地域であったため、ここからの輸送が途絶えることは致命傷になり得た。政府は討伐軍を送ったが、 もともと草原出身の民族であるモンゴルは、海戦には弱く、討伐軍の司令官が、捕虜になるという惨敗となった。これにより、元朝の衰退ぶりが明らかとなり、反乱への機運が高まることになる。1351年、白蓮教の教祖官山道は、北宗の奇想の末裔を名乗り、河南で、甲賀の土木工事に従事していた妊婦たちを先導して、反乱を企てたが、 挙兵直前に発覚し、半山マワロは処刑された。竜福通らは、半山マワロのこの管林寺を擁立して放棄し、1355年には、商名を落とし、国号を、宋、年号を劉報とした。さらにと従う道を、上昇、竜福通りは平称となった。暗記の各故郷などが高欧したが、黄金軍の本体である宋とは、行動を別にしそれぞれが、 自らの勢力拡大を狙って拡挙して、狩領たちが白蓮京を進行していたかも怪しまれる。またこれとは別に、湖北で僧侶、郝明玉に祭り上げられた女筆先がいち早く1351年には皇帝を名乗っており、国号を転換、年号を自閉とした。両者を区別するために前者を東系黄巾、後者を西系黄巾と呼ぶことがある。 一般に、東系黄巾は騎兵、もしくは不評による戦いを得意とし、西系黄巾は水軍を中心とした戦いを得意と、する傾向があった。1359年から1361年の黄巾軍震炉1362年から1366年の黄巾軍震炉1357年、総は全軍を三荘寺に分け、北伐を開始した。 毛高氏率いる、アズマ軍は一時、大都に迫り、関田倉率いる中地軍は、高来の首都会場を一時占領したが、李成計乱の反撃を受けたため、会場を捨て転進して、上等を占領した。この北伐は、元朝側に軍の弱体化と激しい内部構争があったため大した抵抗も受けず、一時は大いに成功を収めたかに、見えたが、 やがて体制を立て直した元軍の本格的な反撃が始まり、チャガンテムル・ボロトテムルらによって北伐軍は大破され、さらに首都開府を失い急速に弱体化が進み、暗気症の暗豊かでのみ権威を保つようになった。一方、西系黄金は南下、精神して高難を抑え、重慶の名玉鎮を占布してその勢力を広げ、 東系高金をしのぐほどになったが、次第に内部構想が激化。1360年に、女筆先は部下の陳と模様に殺害され、名玉陳が独立したため事実上、西系高金は解体された。各故郷の配下から主元章が没興し、平江寺の長島ことに攻められた半早指示を保護した。しかしその後の関林寺には、 実験はなく1366年に暗殺され、それと同時に、主現象による、白蓮教の禁教令が出された。ここで、実質的に黄金の乱は終結し、以後は、主現象による、派遣確率の戦争となる。黄金軍は、白蓮教団を母体としていたが、実態は、盗賊や、流民の寄せ集めであり、盗卒、規律も、不十分で、暴徒と化して、 都市や村を荒らし回る部隊も多かった。また、漢民族の復興とユートピアの実現を説いてはいたが、具体的な政策があったわけでもなく、漢人知識人層を失望させ彼らの協力を得られなかったことが、拘禁軍の衰退につながったと思われる。1358年、拘禁軍は元の上都海兵に進撃したが、反撃を受け、両洋へ向かい、 1359年に4万、1361年に10万の大軍で、高麗に侵入した。1回目の侵入では最強をあくる年の1359年まで占領したが、サ明安キラ、義ン・ユミラを中心とした高麗軍は反撃を行い、高金軍をほぼ全滅させた。2回目の侵入では、首都会計を、 翌年1362年の初めまで占領し、関ン,ンドまで侵入したため、強敏王が復讐に避難したが、蔡明を総指揮官とする高麗軍は、平木慶を奪還し、黄金軍を北方に退けた。ありがとうございます。